先に諦めて、そうヒロトがフェースを握ろうというところ、おお、またしかも当たったヘラハリケーン、あ、流れるような連携だ、あ、また美味しいところ、ああ危ない、北斗から2カウント奪っただけでもこれは快挙ですけれども、いや、あわかというし、これ万が一ミツ取れてもしたら大変女子プロレスマット史上ね、類を見ないこれ大番狂わせになりますよ、これ、うわうわ、デンジャラスバックドロップ、ものすごい角度、あら、ちょっと怒らしちゃいましたかね、これチームのストラダムス怒らしてしまったか、おっと、お、ヒロタが後フォローに入っていく、いい働きしてますね、しかも北斗かっちりカットしてますよ、しかしながら、うわー、ツープラトンの、これは危ない、これは危ない、おお、北斗のカットをかいくぐってね、廣田、いいカットしてますね、いや、この試合は廣田、ちょっと、いい働きしてますよ、本気ですね、はい、本気って言い方はあるんですけども、大概本気なんですけど、おお、ずいぶん久しぶりに見せました、北斗。さあ、おっと、尾崎が怒ってるぞい、うわー、チームのストラダムスの連携、これは終わったか、しぶといところを見せています、しぶといところを見せています、これはでもちょっと上松選手このままだともうちょっと虫の息ですね、あ、あえて廣田も徹底的にもう息の根止めてしまおうかという、かわしていく、あら、おお、場内どよめいたぞ、あ、さすがにね、2人まとめてこの廣田が倒そうなんてのはこれ想像も ね超えてましたからね、さあ2プラトンで尾崎を投げて、おっ、さあまたこの連携を見せようというのか、三角形に持っていくが見事にすかされました、さあ、あ、開いた、変わった連携ですね、ロープを使って後頭部に、うわ、小手裏、裏剣ですね、裏剣ですね、小手を混ざって加えてるんですね、さあしかしあれですね、チームのストラダムスも廣田上松組に対してなかなか新しい連携を見せるあたり、はい、かなり本気ですよ、まあ、逆にその連携攻撃を出す分には割とこれ出しやすい相手ということなんですかね、なるほどね、連携というのは常に誤爆とかですね、はい、失敗の可能性高いですから確実という部分でも、さあ、お、あれ、何ですか、おお、トペコンを何、北斗トペコンを、お、見事にヒット、はっは、僕的にはですね、まあ、北斗選手のそのトペコンとか、あとスピンキックですね、はいはいはい、あれを対応するようになったときが、まあ、ほぼ 100% に近いところまで戻ってきたのかなって考えてるんですけど、いやでもこれどうでしょう、廣田相手にね、見事打点の高いあのトペコン、はい、全部上の方に南側に連れていっちゃいました、行っちゃいました、行っちゃいましたよ、あ、あ、場外戦ですか、これ廣田を血まつりに上げようというんですかね、これチームのストラダムスの逆鱗に触れてしまったのか、おふざけも、おふざけもね、あまりあるとこういった、とんでもないしっぺ返しを食うわけであります、まさに人生の教訓となっていくんでしょうか、両サイドに分かれて分かれましたね、とりあえず今さあ距離を取って、あー、どうし打ち、どうし打ち、そうこうしているうちに場外カウント数えられてますんで ね、両者リングアウトなんてことになりますと、いや、それ考えてるでしょ、さすがに、ね、終わってみれば廣田の術中にはまっていたなんていうことになりかねませんよ、チームのストラダムスとしてはこれだけ、それだけは避けたいところ、あれ、バイトの方行っちゃいます、試合権利があるのはちょっと分かりませんね、廣田選手と尾崎ですか、北斗ですか、尾崎選手か北斗選手、あ、あれ、あ、ちょっと待って、あれ、外野勢だ、あれ、あ、外野勢ですか、リエが市内を持って里村と、あ、あれ、あれ、あれ、あ、そして廣田だけ、ああ、何かこのどさくさに紛れて廣田だけ戻ってきている、なんと廣田だけリングインしているぞ、なんということか、ああ、
待って、あれ、なんということか、こんなことが許されるのか、この試合。まあでも向こうはいつもやってることですからね。あれ、しかもね、尾崎流血してますよ。あ、尾崎、本当だ、流血してますね。尾崎流血してますよ。うわー、これ山田選手みたいですね。あ、山さんがしてやったりですか。あ、手に取られるチームのストラダムス、そして中山、長島も加えてね、どうなっているんだという。まあでも普段自分らがやってることだから、やり返されてもしょうがないんじゃないですか。まあ、そういうことなんですけどもね。ただね、気になるのは、はい、